日本プロ麻雀連盟日高志保です。本日は私が働いてます岐阜市にある龍源荘を紹介します。龍源荘は岐阜県岐阜市にあります。岐阜市は岐阜城や金華山があり、織田信長や斎藤道三が活躍したそうです。龍源荘をお越しの方は JR 岐阜駅、名鉄岐阜駅からお越しください。北口からそのまま進んでください。降りると公園があり、信長公の像がありますが、ここは降りません。こちらの階段を降りてください。直進すると名鉄岐阜駅があります。そのまま直進して神田4の交差点をアーケードの方に進んでください。柳瀬の交差点も直進します。こちらが龍源荘となります。岐阜駅方面からお車でお越しの方は中節橋通りを長良川方面へ、長良川方面からお越しの方は中節橋通りを岐阜駅方面へ、政子町7の交差点を曲がってください。龍源荘のモットーは勝っても負けても楽しい麻雀。点数計算が不安な初心者の方でも楽しんでいただけるお店となっております。イベント情報やプロ出勤情報などは当店ツイッター、こちらにて告知しております。ぜひフォローしてね。当店では新型コロナウイルス対策を行っております。大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力よろしくお願いいたします。以上が岐阜市柳瀬にある龍源荘です。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。皆様のご来店お待ちしております。